最初から、はい、こんにちは、グランピー清水です。今日はこの間ライブで組んだこのトランジションのセンチネルの紹介をしたいと思います。最近のもうマウンテンバイクやってる人、特にレースとかダウンヒルしてる人はすごく気になってる29インチのオールマウンテンとかエンデューロのモデルです。もう最近レースはもうほとんどというか29インチがすごく増えてきてまして、まあ、僕もあの 27.5 のプラスの、まあ、外径29インチと同じぐらいの乗ってますけど、すごく快適に走れてしまうので、いいと思います。でどうしてもホイールサイズが大きいのが気になるという方がいらっしゃって、踏み出せないという方もいるとは思うんですけど、もう29、特に僕はこのホイールの大きさっていうの、嫌な大きさは感じないので、ぜひぜひ皆さん29に乗ってみていただきたいと思っております。で、まあ、こいつの詳細なんですけど、まあ、フレームがまずカーボンですね。軽い、これで 14.8 キロぐらいでしたかね。まあまあ軽い自転車です。でフロントの、サスペンション、これはロックショックスの、槍がついてまして、フロー、ストローク160ミリですね。で後ろはデラックスというユニットがついておりまして、これがリアユニ、ストロークが140ミリで、ユニットはトラニオンマウントっていう、最近よくあるこのアイレットというか、アイっていうんですけど、この付け根ですね、これがもう直接本体についているという感じです。これはあのユニット長が長く稼げるというか、同じユニット長でもそのストロークを稼ぐことができるので、ユニット自体の負担が減って、より懐の深い、限界の高い走りができるという、なかなかいい感じのユニットがついています。で、まあ、ホイールは、29インチですね。で、昨日 YouTube でやりましたけど、ミルキットのシーラントというか、バルブチューブレスのキットを組み込んでます。でタイヤの中には、ハックノリスですね、タイヤインサートの方を挿入しております。でコンポは NX スラムの NX イーグルですね。12速で 11T から、50T までありますんで、これはもう下りに合わせようが上りに合わせようが関係ないというか、どっちでもいける、ちゃんと登れるしちゃんと下れるギアレシオになるかなと思っております。であと、まあ、もうマウンテンバイクには必須のドロッパーポストも標準装備されておりまして、あとはハンドル周りも、もう35ミリがもうほとんど標準になってきてるんですかね。このハンドル径が35ミリですね。もう幅が広くなってるんで、どんどんと強度を稼がないといけないという意味で太くなってきております。はいですね、これで、まあ、これでもうレースから山遊びまで1台でこなせるんじゃないかなと思っております。で僕もこの、僕はアルミモデルがちょっと欲しくて、いつ買おうかというタイミング的な問題です。多分いずれ買うと思います。はい、まあ、今からこうマウンテンバイク、特に下りしっかり遊びたいという人はこのセンチネル、かなりおすすめですので、ぜひぜひリストの中に加えていただければと思います。であと12月の1日に、店頭であのトランジションとサンタクルーズの、フルサスの、展示受注会をしたいと思いますので、もしもし、お近くの方、まあ、遠方の方もぜひぜひいらしていただければと思います。ではこのトランジションよろしくお願いします。いやー